はい、ということで第3回食のマルシェ、飲食店さんと農家さん、ハーブ農家さんのものを飲食店さんが形にして消費者がいただくと。お、トマト1個。溢れんばかりのトマト。おお。これ蜂蜜を塗ったりして。わ。はい、カレーさんの。これはじゃあ座ってもらって。あ、いいですか。インスタグラムで今最近1ヶ月半くらいまだなんですよ。それでアイストル22歳大学生、あなたは岡山って何があるのって聞かれて、はい、ということで第3回食のマルシェ、この西側で なんでまたここに来たんですか。そうですね、なんか農業とこうグルメのに適した場所かなっていうのと、あ市役所に相談した時にこういう西側で盛り上げるイベントをやってるよっていうのがあって、食が飲食店さんで農業が農家さんで、近くのテントで農家さんが使った野菜を飲食店さんが調理してそれを販売して、で飲食店さんのこう食べ物を食べた人は、まあ、隣に行ったらこうその野菜が売ってるみたいなマルシェを開いて、まあ、ドリンク、唐揚げとかかき氷とかお酒とかカレーとか、まあ、農家さんのハーブを使ったドリンクとかですね。あれですか、よく出店されてるお店がほとんどなんですか、それとも、もうここだけのイベントしか出てないお店とかもあったりするんですか。ですね、ここのだけの方もいますし、普段別ので出られてる方もいると思うんです。もうずっと普通のことしか言えないですよ。いや、多分ね、パッと言うなんか、はい、食と農って何なんだろうなって思って、ただ朝市的な感じなのかなっていうイメージ的に、その野菜あって持って帰ったりできる方っていう、はい、大丈夫ですか。SNS 大丈夫ですか。もちろん。ありがとうございます。うち商用フリー。じゃあどんな感じなんですかね。もういわゆるクラフトってことですか。あ、そうですね、スパイスからスパイスとレモンとあと黄身砂糖を煮詰めて製造しているんです。はい、で岡山県石窓産のレモンを基本的に使っておりまして、はい、地産地消に大事にしてるんですけど、まあ、今回は食のマルシェという何て言いたいでしょうか、農業を、はい、農家さんとのコラボレーションということなので、これがマルベリーの果汁原液なんですけれども、これがあれですか、なんかコーラのなんか。あ、そうですね、コーラとしてはちょっとこちらにあるような、もう本当レモンとスパイスを煮詰めてっていう感じで作っているんです。なるほど。そこに、まあ、何をアレンジするかでいろんな味だったりですとか風味っていうのは変わっていくんですけれども、今回はそれでマルベリーを仕入れて、いつものクラフトコーラの、原液シロップに混ぜたような感じです。本来はどちらの方でお店やってるんですか。実はお店は持ってないんですよ。こういうマルシェとか催事を中心で販売しております。なるほど。もうイベント限定の商品とか販売しているんです。炭酸が抜けてしまうことが多いので、できたらやっぱりコーラなので強炭酸で提供したいなっていう、まあ僕のわがままです。飲食店さんと農家さん、ハーブ農家さんのものを飲食店さんが形にして一杯の消費者がいただくと。じゃあいつも通りのコメントでお願いします。いいです。お、お、さっき言われたの強炭酸強炭酸のキリッとさが、あ、なんかね甘みがちょうどいい。
え、普通 の、 あのコーラとはまた別物ですか？そうですね、よりこうベリー感というか酸味があって、女性とかめっちゃ好きそうです。美味しい、美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。良かったです。食能です。ではナツメグと、あとクローブっていうスパイスをちょっと多めに入れているんですね。ジムの独特の酸味感が抜け感があるようなスパイスなので、これまあ、ああもうほぼ天然です。天然ですかね。もう全部丸ごと。ああ。でも、まあ、前から土屋コーラでは無添加のものにこだわってますし、隣のハーブ農家さんも無添加にこだわっているので、もうそこはもう間違いないと思います。確かにそのなんていうんですか、無駄さを感じないというか、その科学的な感じがしないっていうか、それ言いたかったんですよ。甘みもう一回やりますか。甘みとかも香料とかは入れずに、きび砂糖で甘みは演出してるんです。まあ、もちろんベリーの甘みっていうのも、もちろん入ってはいるので、まあ、そこも今回またプラスされてるので、あ、ハナさん、桃スルーするんですか？なんか自分がなんかさっきいらっしゃいましたけど、もう宣伝。いや、桃、岡山といえばやっぱ桃じゃないですか。はい、これ農業の桃農家さんが今回桃の箱を販売していただいて、岡山といえばやっぱり桃だと思うので、こんなのも売ってます。なんかもう普通の岡山白桃っていうやつですか？そうですね、なんか聞いたら清水白桃とか、まあ、そういうを総称して岡山白桃っていうらしくて。ああ、なるほど。もうまとめてその岡山 の、 その桃自体がブランド化されてて、それが白桃っていう、だと思いますね。はい、昼からやるのも意味があるなっていう部分もあったりするんですか？なんか農家さんが朝早いから、あんまり夜に引き延ばすのは申し訳ないなと思って。ああ、じゃあなんかお店やられてるんですか？これからカフェを開こうとしてる。この配さんは農家さん、野菜の農家さんとコラボして、野菜のこう串焼き、あ、焼き鳥みたいな感じですか？そうそうそう、その野菜バージョンみたいな。はい、野菜バージョン。これ蜂蜜を塗ったりして。ああ、まだ全然違う。やっぱ香りがハニーな。ちなみに今日何時起きなんですか？まあ早いと思う。今日は寝てないです。寝てない。はい、それでちょっと体調を崩してしまって。ああ、はい、まあちょっといろいろやることも、初出店だから逆にそれで大丈夫かなとか。そうそうそう、はい、ちなみに今日何食ぐらい出してるんですか？出してるとか用意してされてるんですか？800本ぐらい用意してます。800本。はい、どうぞ。はい、ニンニク農家さんとか。あ、お好み焼きですか？あ、そうです、お好み焼き愛ちゃんと。なんか変わってるのはこっちが変わってますね。ありがとう。変わってるっていうか、あ、もう普通普段出してるメニュー今日もう出さないんですよ。なるほどなるほど。もうやめてこれの2つだけに絞ったんで。トマト珍しくないですか？珍しいですね。トマトの方いきます。トマト1個。もうこれこちらをお好み焼きの上にかける。あ、そうですね。普通のチキンコンソメじゃなくて、ヒュメスープっていう魚介の出汁を使ってるんで。なるほど。はい。ちなみに来月も出店される。はい、来月もはい、来させてもらいます。ありがとうございます。いや、だいぶマルシェも夜はやっぱ人が来ますね。ねえ、なんかもう、うん、なんか朝一みたい。あ、でもなんかやっぱこういう
時間だからいいのかなですね。ただ朝よりやっぱ夜なんだろうな、場所的には、うん、確かに夜もめちゃめちゃ人多いですから、あの例えば土曜日日曜日、はいはい、まあ、土曜日かな金曜日、土曜日かな、やっぱり土曜日、前回土曜日やって結構来たんですよ、2000人ぐらい夜特に。夜に絞ってもいいかもしれないです。まあ、そうですね、熱中症で、ね、倒れたので、ね、トマト、玉ねぎ、ピーマン、これなんだろうな、お化けズッキーニってやつだろうな。ちょっとじゃあ食べていいですか。いただきます。うわ、いいっすね、野菜の口ってうまい。野菜の口でちゃんと食べることない。実力スピチューブさんの YouTube。 あ、はい、はい、カレーさんの。これはじゃあ座ってもらっていいですか。顔出ても大丈夫。じゃあ全然大丈夫。岡山のインスタ、岡山のインスタグラムで今最近1ヶ月半くらいまだなんですよ。それで、バイストル22歳大学生、あなたは岡山って何があるのと聞かれて答えられますか。友達に聞くと桃太郎、桃太郎、桃太郎っていうイメージしか出てこない。ミルクドランキングも35位で、もっとみんなに岡山の魅力を伝えたい。22年間育ててもらった岡山に恩返し。なんかね、難しいな、カメラ大丈夫ですよ。美味しい。野菜を串で食べることないもんね。そうですね、甘みがめっちゃ強くて、うん、甘み強いね。トマトも玉ねぎも甘みめっちゃ強くて美味しいです。確かに。でもこれシンプルでいいですね、うん、塩コショウで。そうですね、これタレとかだったらちょっと野菜の、あ、塩コショウもかかってるんですか。おそらく塩コショウはかかってて、うん、蜂蜜かけてたの、ね、蜂蜜かけてたの、斬新な感じですか。わきだくんありがとうありがとうございます。ありがとうございます。はい、行きましょう。芸人さんみたいなね、ちょっとユニークなキャラ。そうですね、やっぱあのくらいキャラがないと。原さんは十分いいと思います。いや、僕はほんまにも普通なんでね。ちょっと気になってるやつが、もう見てください、小平さん、あふれんばかりのトマト。今回そのトマトとニンニク農家さんとコラボしたそのトマトガーリックお好み焼き。おお、すごくないですか。すごいですね。お好み焼きでね、この赤の見た目ってあんまないですよね。もうトマトの香りがすごいですよ。イタリアンだな。魚介のなんか出汁を使ってるっていう。あ、そうなんですね。めっちゃ熱いんですよ、ね、焼き。頑張ってください。いただきます。おお、これめっちゃうまいっす、ね、うまいっすか。あっさり系なんですか。お好み焼きのあの生地のもっちり感にトマト合うな。え、これちょっと想像だいぶ超えてきてますね。花さんがまとめ役なんですか。まとめ役いうか。そうです、主催3人でやってて、僕はあのコーディネーターみたいな感じですか。飲食店周りの関係ですね。あ、うん、あの飲食店さんに声かけたり、保健所に書類を出したり、 あとはまあインスタグラムの投稿とか、あの告知をしたりですね、そっち系ですね、チラシ作ったりとか。なんかその出店でも枠ってあるんですか、うん、出店が。8月以降空いてますよ。まあその他の農家さんとのバランスがあるんで、なんかその被っちゃったらちょっと出れないかもしれない。農家さんと飲食店がコラボしないといけないっていう感じなんですか。そうなんですよね、まあ、他のマルシェとちょっと違う風にしたいなと思って、そこをコラボは絶対条件で、まあ、こういう風に1個メニュー作ってくださいっていう、はい、例えば自分のお店で、例えば、うん、まあ、農業やってて、うん、なんだろう、自分のお店でその自分が作った野菜を出してるお店が 単独で出ることっていうのができますか。ってなった時は、例えばその飲食店さんが仕入れてる農家さんと一緒に仕事としてされてる人をまあメインにはしてますね。あ、メインというか、まあほぼそこです。なるほど、なるほど。だからなんか、もうあなたの職業なんですか、農家さんですっていう人だけ、なんか片手間ではやってない人がいいなという感じ。例えばそのそういう出店とかを、うん、あんま名前を出してくない農家さんとかいるじゃないですか。はいはいはい。もう名前出さんでいけ、その一応まあ名前出さないか、もう顔とかそういう現場には出たくないけど、その野菜とかは提供する、お店には提供するよう出てくださいっていうのはありなんですかね。あ、ちょっと相談かな。まあ、なるべく農家さんが輝いてほしくて。あ、なるほど。だから例えばスピチューブ農園みたいな、そういう
農家さんをより輝かせるために飲食店さんに形として出してもらうんで、できればそういう出られる人ペアでっていうことですよね。 そうですね、そっちが今回のマルシェの趣旨的にはそっちかなという感じですかね。ああ、なるほど、はい、分かりました。もう農業だけですよね、その漁業とかは多分。いや、今後は、まあ、前回第2回目はジビエとかも出てもらって、まあ、暑いんで漁業とかもできたら生産者っていうくくりで、まあ、今回はちょっと雑貨屋さんにも出てもらったり、いろんな、まあ、いろんな形でちょっと盛り上げ方を模索中です。来月はいつ頃？来月は8月25で、次が9月22で、だいたい最後の日曜日にやってます。あ、月末。あ、分かりました、はい、じゃあちょっと待って、こんな感じですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。